照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの25回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、まあ、野球やってて楽しんでる。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。スワローズマウンドに上がるのは先発の中澤。亀山打席に入ります。昨日のゲームではホームランを含む5安打の大活躍でした。いやー、当たってましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、インコースへ外れています。ボール先行です。内へ食い込む変化球、ストライクです。引っ張った、これはどうか。山田アウト。ここは送球が間に合っています。さあバッターは近本。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打った、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。そしてこれが今シーズン40本目のツーベースヒットということになりました。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割7分5厘となっています。まずは見送ります。ワンボール、低め決まってストライク。まあここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど。さあどう来るか。低めのいいところにチェンジアップが決まります。ツーストライクと追い込んでいます。ドカーン、大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。バッターは注目のルーキー掛布。昨日はホームランを含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。さあまず1球目、初球空振りです。ああボールですか。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低めは外れました。膝元への変化球、ツーボールツーストライクです。打ちました、取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターは和田。昨日のゲームはなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。いやー、当たってましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。インサイド落ちました、強い打球、切りました、ファールボールです。打った、高く上がった、この当たりはどうか、真ん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで30試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。
さあそして打席には新庄入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、点は取れる時にどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割。引っ張った、これはサードの左、抜けました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。3対0、タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。バッターボックスは8番木戸。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。打ちました、西浦、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。さあ打席には先発の桑田入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。これが1球目、甘いコースだったんですけどね。外、ここもアウトハイへ、ボールになります。2ボール2ストライクです。次が5球目、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。最低外野フライでもというケースだったんですが、結果が出ませんでした。初球空振りです。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール、ツーストライクです。打ちました、打ち上げた、キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。バッターボックスには2番近本、まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球空振りです。次が2球目、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう、これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ序盤で点差をつけておけばピッチャーが楽になりますからね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスには八木入っています。真ん中打ちました、切れていきます、ファウル、打った、これはどうか、この打球は落ちそうだ。三塁線落ちてフェア、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、4対1、タイガースなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあそしてバッターボックスには掛布入ります。さあチャンスが続きます。初球打ち、ファウルになります。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は6割5分8厘となっています。これは見送ってボール。次が4球目、またファウル、ワンボールツーストライクです。胸元、強気なピッチングです。打ちました、センターに強い打球、さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、5対1、タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。この球は、外れました。真ん中打ちました、左
切りました。ファールボールです。打った、レフトに大きな打球。このフライはヒットになりそうだ。レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、6対1になりました。タイガースなおもチャンスです。バッターボックス和田、大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。アウトコース、これは見送ってボールです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ここもファールです。アウトコース、これは見送ってボールです。これでフルカウント。インサイド落ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。7対1、タイガースリードを6点に広げています。ここは当然という交代でしょうか。さあマウンドに上がったのは平井。さあ小宮山さん、ここで変えてきましたね。まあ、これ以上点をやれないということですよね。そうですね。打ちました。取った、一塁へ。アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターボックス日戸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。レフトオーバー、サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、8対1、タイガースなおもチャンスです。さあバッターボックスには先発の桑田入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。次が3球目。インコース、インコースときました。見送っています。ボール、打ちました。これはどうか。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。さあバッターは亀山。ここで打点を挙げれば今シーズン100。引っ張った、ファーストを取った。これはどうだ。際どいタイミング、ランナーの足が勝りました。タイガース1点追加します。フィルダースチョイスでの得点、9対1、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターは2番近本。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースこの回は2球目打ちました。セカンド取った、2塁アウト、1塁はセーフ、ゲッツーは取れません。3番バッター八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で、タイガース4回裏の攻撃になります。掛布バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。いい当たり、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、センターバック、センターバック入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。初球でした、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、タイガース11対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは6番和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で、打ちました、これは大きい、伸びていく、フェンス直撃、二塁へ送球する、
バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。これが初球、打ちました。左中間に強い打球、この当たりはどうか、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、12対1、タイガース大量リードとなっています。打席には8番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここはよ、打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球は伸びている、伸びてセンターオーバー、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、13対1、タイガースなおもチャンスです。さあ打席には先発の桑田入っています。まあ、ここは白星もかかってますし、当然行くでしょうね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。大きく外れてボールです。引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、14対1、タイガースちょっと一方的になっています。打順はトップに帰って亀山、先ほどの打席で打点を挙げています。タイガースこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました、ヒットになった。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、15対1、タイガースちょっと一歩、スワローズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは市川、今シーズン26試合目の登板です。さあ初球は何か、見送ってまずはストライクです。この球は外れました。3球目は何で来るか、ファウルになります。バッターボックスの近本、今シーズンの得点圏打率は5割7分9厘となっています。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー3塁1塁、ホームに送球、打ちました、いい打球だ、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球の入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。タイガース、クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。打った、取りました、ワンアウトです。バッターボックスアリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。山田掴んでツーアウトです。打席には6番バッター和田、今日はここまで猛打賞を記録しています。いやー、だってますよね、絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。2アウトランナーありません。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで4打席連続のヒット、2アウトランナー2塁。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。2球目打ちました、この打球はフライになっています。ショートに任せます、西浦が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから5回の裏、タイガースの攻撃、打順は8番木戸、
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。打ちました。山田抑えて2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、もうアウトカウントが2つになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。この打球はファールグラウンドへのフライです。3球目打っていきましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて3番八木、甘く入った球を振り抜きました。タイガースこの一発で先手を取ります。打席には2番バッター近本。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。内への変化球は決まりません。ボール先行です。打ち上げました。ここはフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。バッターボックスは3番八木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。市川、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。ノーボールツーストライクです。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。満々中、左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックス掛布、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。ストライク。打った。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターは5番アリアス。初球は何で来るか。打った。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガースらしいホームランを見せてくれました。ピッチャーの状態ですが若干。打順は6番和田。今日はここまで4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めず行ってほしいですよね。はい、さあここも打ってしまうんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。落下点に入ります。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりで2アウトです。バッターボックスは7番新庄、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。しかし入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いと。バッターボックスは8番木戸。
タイガース、ホームランで得点を挙げています。打ちました。ファウルになります。これが2球目。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田、バッターボックスです。まあやはり好投してるんで、もう少し引っ張りますよね。そうですね。高めの変化球から入りました。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、ど真ん中見送ってストライク。ノーボール2ストライクです。4球目は何で来るか。ファウルです。ファウルになります。これが6球目。これはファウルになります。打ちました。浅いフライ、ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは梅野。打った、取りました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。2番バッター近本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置き、初球打ちセンターが取りました。バッターボックス八木、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。打ちました、高く上がった、レフトをバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。バッターは4番掛布、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。打席には5番バッターアリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。打った、左中間に大きな打球、さあどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。バッターボックスには6番和田、まず大きく外れてボールになりました。外へのスライダー、ここは見極めています。これもアウトコース、ボールになります。もうここは歩かせた方がいいでしょうね。ああそうですか。打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。バッターボックス新庄、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、いい当たりだ、レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りましたタイガース。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。
スワローズピッチャーが。さあマウンドを任されたのは五十嵐。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。変わって出ての初球、ストライクが欲しいのは分かりますが、バッターもそこを狙ってきますから。はい、ピッチャーに打順が回って先発の桑田打席に入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。この打球は、この打球はファールグラウンドへ。ファウルです。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って亀山。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。タイガース初球打ち、大きな打球になった、ライトバック、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。2番バッター近本、タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。外れていきます。これが3球目。打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで9連打。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターは3番八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席高め打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。スワローズピッチャーが変わります。4番を迎え、さあマウンドに上がったのはマクガフ。打ちました。センターに強い打球、これはどうか。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打席連続のヒット。ワンアウト3塁2塁です。打順は5番アリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれます。打った、レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフト深いところを破っていきました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガース、ちょっと一方的になっています。6番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バッター見送りました。バッターの和田、今シーズン得点圏での打率は6割2分。打ったー、レフトに大きな打球、スタンドには届きません。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターは7番新庄、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、引っ張った、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。8番バッター日戸、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ツーアウトになっています。打ちました、これもいったか、大きな打球になった、レフト見送った、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。3
次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田バッターボックスに入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。打ちました。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がる。さあマウンドを任されたのは中尾。レフト亀山。ファウルになります。インコースはこれは外れました。打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。山田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。まず何を投げてくるか。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。どうか。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。三塁回って今ホームイン。代打起用に応え1点を追加します。点差はますます開いていきます。打順は3番八木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、まあ、今度はジャストミート。これは大きい。伸びていく。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。まずは変化球から入りました。打ちました。センターに大きな打球。さあどうだ。センターオーバー。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスには5番アリアス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。打った。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは6番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。外の低め見極めます。これが4球目。真ん中打ちました。ファウルになります。5球目は何で来るか。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。切れていきます。ファウル。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスは8番木戸。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、引っ張った。打球はレフトへ。この打球はフライになっています。バレンティンが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。いや、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。みんなそうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね。非常に強さを感じました。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。